守る分15月10日から1977年1月22日は日本の銀行家。元中国銀行頭取、り。中国銀行の中高の祖とされる。元商屋、森脇駅地の長男として岡山県浅口郡落島村に生まれる。北海道宅職銀行勤務を経て、1922年6月、第一合同銀行倉敷支店長代理として入校する。 翌年には、経営の行き詰まっていた山陽商業銀行に支配人として派遣され、第一合同銀行との合併をまとめ上げた。さらにその後、姫路倉庫銀行にも派遣され、第一合同銀との合併の準備に当たった。中国銀行の発足に際しては、初代高松支店長に就任、香川銀行との合併に手腕を発揮した。1946年4月には、 公職追放に該当した、公、森太郎の後を受け取に昇格した。取罪人は30年余りに及び、その間には自主健全経営を掲げ、戦後の動向の再建にあたり、日本有数の経営内容を誇る銀行へと育て上げた。また、長年にわたり、岡山県銀行協会会長、岡山経済団体連合会会長、 岡山経済同友会顧問などの要職を務め、地元経済界の振興と発展にも、多大に尽力した。十の死後、中国銀行第四代頭取に就任した、森脇務は娘婿にあたる。ありがとうございます。